続いてはハロプロキッズがプライベート写真で自分をアピールしちゃうこのコーナー、見てみて工房。今回のゲストはベリーズ工房の嗣永桃子ちゃんです。どうぞ。こんにちは、ベリーズ工房の嗣永桃子です。よろしくお願いします。嗣永桃子、ベリーズ工房で最高学年とは思えないとってもキュートな女の子。余談だけど好きな食べ物はウニとカンパチだぜ。あの悪い意味じゃないけど、ものすごいブリッコという言葉がものすごい当てはまる子だなって思って、なかなかいないよ。やっぱりちょっと一昔前だよね。若いけど若いけど一昔前だよね。どっかがいろんな人にブリッコって言われるんですけど、ブリッコじゃないと思うんですよね。じゃあ出た。あの早速じゃあ、嗣永ちゃんね、アピール写真、はい、今日撮ってきてくれたんだよね。はい。じゃあ、今回じゃあテーマっていうのはあんの？テーマはあの桃子のアンタッチャブルです、うん、桃子のアンタッチャブル、はい、分かってんの意味。アンタッチャブルは、うん、苦手なもの。あーなな、はい、ちょっと教えてもらっちゃったかみたいな。どうかな、苦手なもの、はい、なるほど、はい、苦手なもの、はい、なるほど。はい、出ました。球技です。球技、はい。すぐーわーってうっすらやけど、ひらがなでかいって、あれか、私なんですけど、うん、あの保育園の運動会の時に、はいはい、あの青い洋服着てる人からいるじゃないですか、ね、あの人が鬼なんですよ。鬼、はい、鬼で、こうあのこの写真はパパと一緒に、うん、本当は一緒に大玉転がしてを、そうだよね、普通にこう二人でやるのかなって思うけどね、はい、できないんですけど、うん、あの鬼が怖くて一人でパパに任せて逃げてやってるっていうか、見方によってはポールに追いかけられてますよね。じゃあ次行きましょうか、2枚目。はい、はい、こちらの何ですかこれ。緑茶緑茶、はい、緑茶って何ですか。あの緑のお茶ですよ。それはもしかして緑茶っていうものですか。あ、そうなんですよ。あ、でもそうなんですよ。じゃねえよ、緑茶だよ。あの私ちっちゃい頃から、うん、緑茶言ってして、正直、まあ、ちっちゃい頃は可愛い。それでちっちゃい頃見た緑茶飲むみたいなね、はい、その可愛いけど、さらさらアホやと思われないじゃん。まだまだ大丈夫。まだ。でもあのいろいろ解決法を頑張、うん、あの生み出してるんです。あ、どういうの？例えば、うん、こう緑茶を凍らして、うん、こうかき氷みたいにして、うんうん、こう練乳かけてみるとか。イメージだけ。それはでも緑茶自体を飲めるようにはなんないじゃん。だってそれだったら。ちょっとずつこういって、うん、最終的には飲めるみたいな。なるほどね、はい。飲めるようにね。はい。してくださいね。はい。なってみたいんですけれども、はい、じゃあ続いていきましょうか、はい、グーはごめんない。歯の方がいつもごめんな、わからんねん。もうあのグーが苦手なんです。物を持つと小指立っちゃうんですよ。あー、掴むっていうことね。何かをでしょ。だって今グーだったら何にも持ってないし、でも空気だったら平気です。あ、空気だったら空気なら握れるけど、そうさっき の, あのお茶の時も あんま突っ込まなかったですけど、小指立ってましたからね。こう緑茶の器持ってる時こうなってましたから。言ってくださいよ。いや、知らんもんそんな。ちょっと待って、じゃあまあ例えばね、あ、どうも、はい、どうも、あもうやだ、もうやだ、もうやだ。握手してください、すみません、握手してください。あ、じゃあちょっとやってみようよ。何やるんですか。あの歌をね、はい、あの歌ってくれると思うんですけれども、はい、あ、その時に、あ、ちょっと小指を立てずに、あれちょっと歌ってみるっていう、なんかそういうチャレンジをね。わかりました、うん、じゃあ覚えて、それを覚えてそれをちゃんと覚えてくるんだよ。わかった、頑張ります、はい、頑張れ頑張れ自分に頑張れ。はい、はい。
こに住みたいと言った。電車に揺られこの街まで、あなたは愛に来てくれたわ。私は今もあの頃を忘れられ生きてます。